ソニー最高峰の E マウントレンズの中に位置する G マスターの中でもさらに僕の中で別格と称しているのがこの FE50mmF1.2GM のレンズになるんですけれども、実はこのレンズに関して買ってすぐに僕レビュー出したんですけれども、実際そこから3ヶ月経っていろんな作品の中で使ってみて感じたこのレンズこそまさに現存する E マウント端子焦点最強レンズというねお話を今回していきたいと思っております。ファーストインプレッション的なやつをね見てくれた方も改めてぜひこのレビュー見てほしいんですけれども、さまざまな作品で使ってきました。その中で今回は実例もたっぷり交えながらこのレンズがいかに素晴らしいかっていうところを超具体的にお話ししていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。どうもミリオネアのウェディです。僕たち映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げていますけれども、実は最近ね 50mmF1.4GM が発表され、そして発売されっていう流れで僕の知り合いの人も一人買ったりとかしながらで、僕もそれ触らせてもらったんですけれども、あえて今この3ヶ月レビューみたいな形でなんでこの 50mm1.2GM の話をまた持ち出してるのかっつったら、実はねこのレンズこそ僕が知る中で E マウントの単焦点でやっぱりねどう考えても映り最強なんですよ。んでこれ映り最強っていうのいろんなところから聞いたりとか見たりして知ってる方もいると思うんですけれども、今回はですねこいつ徹底的に解説していきます。どれぐらいいいレンズなのかっていうのを作例踏まえて話していくんですけれども、実際僕も FE50mmF1.4GM 触らせてもらいました。小型軽量めちゃくちゃいいレンズに間違いはないんだけれども、でもこの FE50mmF1.2GM もやっぱりね今んとこ僕なんか最強の位置に立ってるなって思ってて、でね圧倒的な解像度とトーン感をね持ってるのがこのレンズやなと個人的に思ってます。もう僕の中でこのレンズを総評するならば、もうソニーのレンズ群の中で芸術の領域に達したレンズと言っても間違いない、いや過言でもないぐらい最強なレンズやと思ってるんですね。まず一応ねまあ最初のファーストインプレッションでもおそらく出してると思うんですが、スペックの方を見ていっておきましょう。こちら開放 F1.2 から F16 まで F 値段階的に絞っていけます。最短撮影距離っていうのが 0.4 メートルまで寄れるようになってます。でフィルター径が 72mm で、手ブレ補正はこちらレンズ側にはついておりますのでボディ側対応となっております。で重量が 778g でございますね。で開放 1.2 とかになってくると被写界深度が浅すぎてあんまりボケ感含めて使い物ならんっていう場合が多いと思うんですけれども、このレンズの場合は全然使えますっていうのも実際に今から見ていきたいんですが、まずこちら見ていただきたいんですけれども、こちら開放 F1.2 で撮ってるんですけれども、どうですか被写界深度含めて背景との分離感が全然なってないなってこれ見て思いますか？それともいやあまりにも美しい開放の絵だと思いますか？僕は後者でございますね。大体のレンズがなんですけれども F2 とかを超えてくると解像度がカリッと上がってくるって言われてるんですけれども、このレンズに関しては真の意味で開放から使えると言っても過言ではないわけでございますよ。実際問題僕もこれ 1.2 で撮るとやっぱ勇気いるんですけど、実際ねこのレンズに関しても開放でバキーン撮っていけるのがもうかなりの強みになってますね。カフェの撮影のシーン見てもらってなんとなく僕がこれを現場で使ってて思うのは 50mm っていうレンズを使ってるのに望遠で撮ってるようなド迫力の映像が撮れるっていうところにかなり魅力を感じてます。いわゆるもう映画みたいな映像がね手軽に撮れてしまうっていうのがもうあまりにも素晴らしいなと僕は日々感じております。で次こちら見てほしいんですけれども、画面全体見た時にボケ
管が端も安定してますね。一部レモン型にはなってるんですけれども、端から端までの解像度っていうのが非常に高くて、ボケ感もしっかり映ってるっていうのがもうこのレンズの圧倒的強みでございます。やっぱりこの辺は G マスターっていうね、まあソニーのもう技術力を全て詰め込んだレンズっていうところに付随してる、もうその結果を象徴するかのような映像になってると思います。で、最近のレンズって、まあまあ僕も初めて2年とかやけど、その最近のレンズっていわゆるボケにしま模様みたいなのがあんまり入らなくなってきてるんですけれども、まあ漏れなくこのレンズもそうですね。これはいわゆる非球面レンズって読むかな、それの影響によるところらしいので、やっぱりこの辺のボケ感の精度とかクオリティっていうのもかなり高い位置にねいるなと思ってます。まあもちろんこのレンズやからっていうのもあるんですけれども、 50mm っていうのがすごい面白いなって思うところって、僕別の動画でもずっと話してるんですけど、 50mm であえて引く美学っていうところを話してるんですけれども、 50mm って自分の一歩で見える世界観を一気に変えることができます。例えば僕すごいお気に入りの映像があって、こちらになるんですね。こちらなんですけれども、僕が一歩後ろに行く、一歩横に行く、まあないし半歩でもいいんですけれども、それをするだけでこの映像の見え方ってすごく変わってくると思うんですよ。で、単焦点レンズってもちろんズームレンズじゃないから自分で距離感変えないとダメじゃないですか。だからこそその一歩半歩のほんの微妙なその自分の中のこだわりっていうのをしっかりと映像の中に表現できる面白さっていうのは、やっぱりこの単焦点の中にこそ僕はあると思ってるんですね。自分のほんの一歩前に行く、一歩後ろに行く、行くだけで見えるものであったり、次のつながりであったり、人がどう感じるかであったり、その辺が全て変わってくるっていうところにすごく魅力を感じてます。で、やっぱりまあこれは 50mm っていう画角だけじゃなくて、この GM のね今の解像度、海と歩いてる女性とその赤の服っていうところを見てもらったら分かると思うんですけれども、もうねめちゃくちゃ綺麗っすよね、映像が。やっぱりね 50mm 現場で使ってて、全然モニターから出てくる絵がそもそも違うんすよね、他のレンズと。これはぶっちゃけて言うなら他の GM レンズとも違うぐらいに、やっぱりすごい優しくてあったかみのある感じの色味でね、しっかりと、まあ、FX3 とか使ってた時に内部ラットでも確認できるぐらいには綺麗やなって思える映像になってます。もちろんそれは分離感とか含めてそうなってる部分もあるとは思うんですけれども、まあフラッグシップ単焦点レンズかな、これソニーの。やっぱりそこの技術力っていうのがいかんなく発揮されてる結果になってるんじゃないかなと思ってます。で、まあもちろんこちらの映像もそうなんですけれども、すごい逆光体制も綺麗に出てくれるなって感じですよね。海のねこの反射した光とかもすげえ綺麗にこう捉えてくれるっていうのも、僕の中でかなりこう嬉しいことで、水辺に反射した光っていうのを的確に僕が目で見てる感じで、あ綺麗やなって思ったまま捉えてくれてるレンズがまさにこれかなって思ってるんですね。で、特筆すべき、やっぱり僕のチャンネルではこうねレビューとかレンズの解像度とかもいいんですけれども、僕が思う一番このレンズのやっぱり面白いところっていうのは、グレーディングで引き出せるトーンの感じが他のレンズとちょっと違うなって思ってます。これは体感的なものになるのか、たまたまそういうものっていうのに自分が気づけたのかわからないけれども、完全にやっぱりね、さっきも言ったように FX3 のモニターで内部ラット当てて見てる時からやっぱりこの 50mm って出てくるトーンがちょっと違う気がするんですよ。なんで僕の中ですよ、僕の中でグレーディングしてる時にすごく絶妙なサイドのバランス、サチュレーションのバランスを保ったまましっかり色味出してくれるっていうところにあります。例えばこの映像を見てもらったら分かるんですけれども、かなり綺麗な赤っていうのがしっかり出てくるし、後ろの青い丸ボケっていうのもものすごく絶妙なサイド、この何とも言えへん、この薄すぎもなく濃すぎもなく主張しすぎてない、でもしっかりと映像で僕らの目に焼き付いてくれるようなサイド感で色味が出てくるっていうのはすごく嬉しいんで、やっぱりスキントーンもそれに合わせてなんとなく気持ち調整しやすいなと思います。この映像に関しては僕別の GM とかも使ってるんですけれども、やっぱりねスキントーンの調整の仕方とかも本当に微妙なとこですよ。大まかには一緒なんやけれども、でも本当に細部っていう部分で考えた時にスキントーン
キントーンとかの抜きやすさはこの 50mmF1.2GM の強みやなと思ってます。これもし気のせいやったらほんまに申し訳ないんですけれども、でも僕結構3ヶ月ずっと使ってて、ほぼ毎日と言っても過言ではないぐらい使ってて、明らかに感覚的に違うなって感じるんですよ。でそのもちろん僕 YouTube 始めた時から言ってるんですけれども、そのスペックとかグラフ見た時に違うなって認識するのもすごく大事やとは思うけれども、やっぱり自分が使った肌感覚の中でなんか違う、これすごいなって思えるって、ここが一番すごいところやと思うんですよ。なのでそれをねちゃんと体感できるこのレンズっていうのは僕の中ではやっぱりもう手放せない、もう今一番大事にしてると言っても過言ではないレンズですね。なので本当に微妙なサイド、まあグレーディングもすごい毎日やってるんですけれども、その中でやっぱり微妙に感じるこの違いっていうのは僕の中ではねちょっとなんていうの、言語化するには難しいから、やっぱりね値段は高いけれども体感してほしいレンズになってるなと思っております。このレンズに対して僕が感じる価値についてお話ししていきたいんですけれども、皆さんレンズ買うときってよしレンズ買おう何しようっていう感覚やと思うんですけれども、僕もそうやったんですけど、このレンズに関してはもうボディ一つ買う気持ち、それぐらいの意気込みでねこのレンズ買いました。もちろんお値段もね30万円ぐらいするめちゃくちゃ高い単焦点レンズにはなってるんですけれども、やっぱりボディ揃えたりするのも大事やけど、レンズでここまで出てくる映像ってなんやろうな、素人目でも割と分かるぐらいにはね結構違うものがあるんですね。いい映像を撮りたいとかそういう時にボディを揃えるのも大事やけど、ボディを1個買う気持ちでこのレンズに向き合っていただけるとものすごいこう自分の作る映像の世界観が変わるかなと思います。僕はこれ別に案件で受けてるわけでも何でもないから、もう本当にただただ今自分のこのレンズに対する素晴らしさとかを皆さんに知ってほしいと思って話してるだけなので、なんかすげえ熱こもってんなこいつって思うかもしれないですけど、やっぱりね FX3 買った時すっげえテンション上がったっす。 S3 買った時めっちゃテンション上がった。でもそれと同じぐらいテンション上がったのはこのレンズなんですよ。 50mmF1.2GM ボディ買った時ぐらいこう自分のモチベーションとか気持ちをグワーってこうかき上げてくれるようなねレンズってなかなかないと思うから、ぜひここからね別にプロ目指してなくてもやっぱりいい映像撮っていきたいっていう方に関してはぜひこの F1.2GM のレンズ、もうねなんとかいつの日か、無理はしない程度でいいですよ、どこかのタイミングで導入していただけるととっても嬉しいなと思います。はい、というわけで今回はちょっと思わずテンション上がってものすごい話してしまったんですけれども、いかがでしたでしょうか。この F1.2GM のレンズ、僕仕事でもプライベートでもバン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 使っておりますね。開放で撮りたい時もあれば、絞ってパリッといい映像に仕立てたい時、フィルムっぽい映像にしたい時とか、そういう時ねいろんなパターンあるんですけれども、やっぱりね僕の中では結構 3.5 から4とかで使うとこのレンズ特にもう半端ないとこ行くなっていう印象があるんで、よかったらねこのレンズ使ってる方もね、これから欲しいっていう方も皆さんの意見コメントで教えていただけたら大変嬉しく思います。というわけでミリオネオでは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今目指せ1万人ということでめっちゃ頑張って動画更新しておりますので、この動画良かったなと思う方は高評価コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。僕がこの 50mm 買って自分の中の映像を作るっていう世界観ってすごく変わりました。それはもちろん解像度だけじゃなくて 50mm っていう面白さ、やっぱり標準焦点距離と言われるゆえんすね。そこがね 50mm って本当にね、さっきも言ったように一歩二歩自分が歩幅を変えるだけで映る世界が変わるっていうところを改めて認識させてくれるレンズで、これはやっぱり35とか85とはまたちょっと違うニュアンスやなと思うので、もしね 50mm とかまだ持ってない方いたら、別にこの GM じゃなくてもいいから、その単焦点で 50mm っていうのをぜひ導入してもらえると面白くなるかなと思います。